アンワルアイコールサーダート、ムハンマドアンワルアイコールサーダート、ラテン、文字、1918年12月25日から1981年10月6日は、エジプトの軍人、政治家、共和制エジプト第三代大,大統領、第二代アラブ連合共和国大統領、初代エジプトアラブ共和国大統領、また首相を2期務めた、イコールサーダートは、 言語での発音に近いカタカナ表記で、比較的新しい表記法である。日本では存命中から現在に至るまで、外務省や新聞、報道は一貫してサダトと表記しており、一般にはこちらの方がより広く知られている。サダトはミヌーフィーヤ県のミトアブーアルイコールクムで、貧しいスーダン系エジプト人一家の十三人兄弟の一人として誕生した。 1937年末、カイロの王立陸軍士官学校1期生を卒業し、当初カイロ近郊の通信部隊に配属されたが、間もなく、第三旅団府としてに転属。ここで2期生卒業のガマール・アブドゥルイコール、ナーセル、と出会い、やがて彼らは密かに士官たちの祖国解放運動に、加わる。それは1922年に、 イギリスの保護領として成立したエジプト王国において実権を握るイギリス軍の支配から真に祖国を解放しようという運動であった。1939年12月、カイロの陸軍通信学校に入学、卒業時には生徒代表として当時を読む。卒業後、マーディに泊まり通信部隊長、兵基地に転任したのはセルとアーメルに代わって、 地下組織の育成に勤しむ。第二次世界大戦中の1942年、エルヴィン・ロンメル率いるドイツ・アフリカ軍団は、エル・アラメインまで進撃していた。祖国解放を目指したサダトは、ゲズイーラ島のニナーセルラと集まり、ドイツ軍に抗して、カイロ市内でナハスのワフド島政権に代わって、アリ・マヘルを擁立することを計画した。また、イギリスの圧力で解任された、 参謀総長がドイツ軍より高を求められていると知るや、その手段を講じ、最終的にドイツ軍陣地までエジプト陸軍の飛行機を飛ばそうと計画するも、離陸直前に飛行機が大破して失敗。その後、接触していたイギリス軍将校に扮するドイツの諜報員が逮捕され自白したことでサーダーとの名前が上がり、軍法会議にかけられる。なお、 スパイの協力者であった踊り子ヒクマとファフミーがサーダートの愛人であったと後告白しているがサーダートは否定しているその後証拠不十分で銃殺は免れたが軍籍剥奪の上投獄されはじめは外国人留置所に次に韓国病院と交流生活を送った1944年に脱獄し終戦までカイロの日本庭園で潜伏する 士官学校の同期で友人のガマール、アブドゥルイコールナセルと共に自由商工団を結成し、1952年のクーデター、エジプト革命に参加する。クーデターの際、サダとはラジオ及びテレビ局を占拠し、国民に革命の発表を行った。革命によって1953年、エジプトは王政を廃止し共和制へ移行した。 サダトは新政府のリーダーとなったナセルを支え、ナセル政権が成立した1954年、国務大臣に就任する。1958年に、ナセルがエジプトとシリアを合法して、アラブ連合共和国を建国し、その初代大統領の地位に就くと、サダトは翌年、連合国務長官に任命された。 さらに1960年から1968年まで人民議会議長を務める。この間の1964年には副大統領に任命され大統領評議会の議員となった。この時の副大統領就任は短期間であったが1969年12月19日に再び副大統領に任命され、翌年10月15日まで同職を務めた。 1970年9月28日、ナセル大統領が死去すると副大統領として大統領代行を務めることになったサダトは国民へ大統領の死去を伝えるスピーチを行った。同年10月15日、サダトは正式に大統領に就任する。大統領就任後はナセルの社会主義的経済政策を改めて経済自由化を進めるとともに、 イスラーム主義の運動を解禁して、エジプトの路線を大きく旋回させた。これらの政策に対する反対派は一層し、国有メディアはそれを革命の強制と名付けた。さらに1961年にシリアが離脱して、以来連合国家の体を成していなかった。アラブ連合共和国の好な解体を決断し1971年9月2日、国語を エジプトアラブ共和国に改めた。大統領就任当初、サダトはナセルが敷いた反アラブ隊、イスラエル強行路線を継承し、アラブ共和国連邦を結成した。1973年10月6日、シリアと共同でイスラエルに改戦して、第四次中東戦争を起こ、イスラエル軍に大打撃を与えた。これによってサダトは国民的英雄となった。 だが、インゴは、ナセルの外交路線を完全に転換して、アメリカ合衆国に接近し、1977年に、イスラエルのメナヘムベギン首相の招きで、エルサレムを訪問した。エジプトイスラエル間の和平交渉を開始し、翌1978年に、アメリカのジミー・カーター大統領の仲介の下、キャンプ・デイビッド合意にこぎつけた。そして1979年には、 両国間に平和条約が結ばれたこの合意は、長年の旧敵だったイスラエルとの和解をもたらすものだけではなく、1967年の第三次中東戦争で、イスラエルに奪われた市内半島の領土を平和に返還する伏線とも言うべきもので、エジプトが中東和平の先駆けとして周知されることにもつながった。この歴史的合意により、サダとは、 北京と共に1978年、ノーベル平和賞を受賞し、世界各国から高い支持を受けた。が、このエジプトイコールイスラエル単独平和平は、パレスチナのアラブ人同胞に対する切りと受け取られ、スーダンのモハメドアンイコールヌメイリを除くアラブ諸国の指導者とイスラム教徒の民衆の反感を招き、サダト政権は次第に孤立する。 また1974年から1982年までに度の石油危機もあって急激に成長したものの経済自由化と外資導入のインフィタ政策の結果エジプト社会に貧富の差が広がり腐敗が横行したことによる国民の不満も高まっていた1979年1月イランでルホンラー・ホメーニーが指導するイラン革命が勃発した サダとは親しかった、モハンマドレザ・パフラビー皇帝のエジプトへの亡命を受け入れたものの、その後パフラビーがアメリカへ向かうと、イスラム教徒を中心に猛烈な反発を受けることになった。イスラム教徒や知識層からの反発が強まる中、1981年9月に、サダとは共産主義者、ナセル支持者、フェミニスト、イスラム原理派、大学教授やジャーナリスト、 学生運動家といった知識人及び政治的活動家の多くを厳しく取り締まり拘束した。その数はおよそ1600人に及び国際的な非難を受けた。この間に発生した経済強行と反対派に対する抑圧によって、サダトに対する国民の支持はますます失われていった。1981年10月6日、サダトは 第四次中東戦争開戦日を記念しその勝利を祝う戦勝記念日のパレードを歓越中にイスラム復興主義過激派のジハード団に所属するハリドイスラムブリ方兵注意によ暗殺された。サダト本人も自分がいつか暗殺されることを予期しており、近々自分が殺されるだろうと親しい友人などに語っていたという死の直前にしたためたとされる手記には自分は 今まで永年の旧敵とされていたイスラエルとの間に平和を作り上げた。これで人生の終わり。あとはただ焦点を待つのみであると記述されている。また暗殺される一年前に出された辞伝にも自らの死を予期する記述がある。そのため、良いの敬語に守られており、パレードにおける柿使用の規制が行われるはずであったが、その手続きを担当する士官は、 メッカ巡礼に出かけていた。折しも上空では空軍のフランス製の六機のミラージュが見事なアクロバット飛行を披露して赤、白、緑の煙でエジプト国旗を描いており、群衆はそれに気を取られていた。パレード中の砲兵車両部隊の一両が大統領の関越席前に突然停止し、乗車していた暗殺隊が飛び降りてきた。イスランブリ砲兵注意は、 大統領の前に進み、サダトはイスランブリ砲兵注意の敬礼を受けようと、起立していたが、イスランブリ砲兵注意は三個の手榴弾を投げつけ、そのうち一個が爆発した。イスランブリ砲兵注意と暗殺隊は、突撃銃で、関越スタンドに射撃した。サダトが倒れた後、人々は、銃弾からサダトを守るために周囲に椅子を投げた。イスランブリ砲兵注意は、ファラオへの死。 と叫びながら関越スタンドに走り寄り、サダとの体へ銃を発射した。銃撃戦は約2分間続いた。キューバの特命全権大使、オマーンの召喚、中国の軍事技術者、コプト政教主祭を含む11名が死亡し、ホスニームバラク副大統領、ブトロスブトロスイコールガーリ外務大臣、訪問客のアイルランドのジェームズ・タリー国防大臣、4人の アメリカ軍連絡将校を含む38名が負傷した。保安部隊は不意をつかれたものの、間もなく応戦した。暗殺隊の2人が射殺され、イスランブリ方兵中尉と他の暗殺隊は、憲兵隊によってその場で逮捕された。首、胸、腰などに被弾したサダトは病院へ搬送され11人の医師による手術を受けたが、同日午後7時50分、 日本時間7日午前2時50分、エジプト政府から正式にその死が発表された。去年62、サダトの後継として、ムバラク副大統領が大統領に昇格した。ムバラク副大統領もこの攻撃で手を負傷し、サダトの葬儀には世界中から多くの高官が参列した。その亡きはのピラミッド上の無名戦士の墓に葬られた。 サダトは二度結婚している。最初の妻 A さんマジと1949年5月29日に離婚し、その日に16歳年下のエジプト人とイギリス人の婚結である当時15歳と結婚、再婚した。サダトはジー・ハーンとの間に3人の娘と1人の息子を設けた。ジー・ハーンはインサーチ・オブ・アイデンティティ、1977年。 により2001年にパールバック賞を受賞している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。